なかったですね。今は山なかには説教だ、説教だ、楽しいな。お母ちゃん、まあ後で相談してくださいそれで、お母さんが呼び出されて、すぐに説教されました。お母さん、家に帰ってきました。おさむちゃん、ちょっと来て。おさむちゃんでーす。この話は京都の人とか福島の人とか山形の人とか甲府の人が分かりやすいんです。盆地おさむちゃんでおさむちゃんね、今日学校行って先生にいろいろ言われてきたんだけど、授業中にね、漫画描いてたんですって。描いてたよ。どんな漫画描いてたのかお母さんに見せてちょうだい。うんって言って持ってくるわけですね。お母さんが漫画って大衆に行って全部読み終わったからパタッと閉じました。おさむちゃんね、この漫画とっても面白い。お母さんはあなたの漫画の世界で一人目のファンになりました。これからもどんどん楽しい漫画を描いてくださいって言った。その瞬間ですよ、天才手塚さんが生まれた瞬間だった。漫画を描いてることで誰かに迷惑かけましたか？その先生はプライドが傷ついたから怒った。でも誰にも迷惑かけてない。漫画を描かれるような授業をするな面白い授業だったら漫画なんか描かないでしょうが。今この講演会で漫画描いてる人いる誰かが漫画描いてたら明日からやめますよそんなにつまんなかったですよ面白い授業だったら多分漫画描かないと思いますよ。自分が漫画描いてる方が面白かったのと、天才だから湧いてくるわけでしょ、いろんなことが。それを書かざるを得なかったも、書きたくて書きたくてしょうがないわけですよね。天才ってそういうものですよ。天才とは量なんです。石川君がそうだったよ、ね、違うんですよ確かに彼は17歳で優勝してるから天才ですよ、石川遼は、うん、でも天才とは遼だよって、その遼じゃない天才とは遼である。手塚治虫はね、40年執筆活動を続けてね、なんと10万ページ書いたんですよ。1年で1500ページになりますか、10万ページってね、365って言っても実際に書ける日は300日ぐらいですよね。海外で書けたり、テレビに出演したりって、で300日で2000年間の2500ページを300で割ると1日8ページ1日8ページ1日8ページって このぐらいでかいやつを1枚書くのに2時間かかるとして16時間で、それをのべつ幕なし40年間1日も休まずにやっていて、そのくらいのペースですよ。天才とは量なんです。私年間300回講演を続けてきましたこの5年間ずっと300回やってきました。その前の5年間は200回ぐらいです。はい、だからこの10年で大体2500回ぐらい講演をしました。天才とは量なんですもう一回言います天才とは量だから質を問いかけちゃいけないんですよ。分かりましたか。今日帰りにつまんない講演会だって絶対言っちゃいけない一個一個質を問いかけてはいけないんです。天才とは量なんです。中身は関係ないんですいかに回数が多いかだけこれ分かってもらえると後が楽になります
かりました、ね、理解しました、天才の料理だって、ね、それで手塚治虫は大学で医学部で、インターンでっていう時にすでに月々の連載を6を抱えていました。で夜当直で夜から朝までずっと、当直室に、あの医師は当直室持ってるわけですよね。ナースステーションの方にナースがいるわけですよね。でナースを統括してるのはキュリー夫人ってわけですよね。わかんない人は当時研究者で、それで当直室にこもって、看護婦がね、ちょっと何々さん来てって言って、そうするとドアがガチャッと閉められて、2時間ほど経つとこの看護婦がヘトヘトになってずっと出てくるわけ。それで次の看護婦が呼ばれて中入って、2時間ほどドアが閉められて、またヘトヘトになって病気が出てくる。それで外から見てる患者は一体この当直室で手塚先生は一体何をしてるのね、普通誤解しますよね。実は全部線画を描いて、ここベタ塗りとかシャセとか全部塗らされてたわけなんですよ。で先生の言うことを聞かないとナースの仕事成り立たないから、ナースすべもなくやる。だから他の先生が見てるとこの手塚治虫はおだんこナースですよ。でもとにかく連載6本抱えているので、そのベタ塗りとか線引きとかっていうのをとにかく自分がもう他のを書いてこっちやらせてるわけですね。でその6本の連載があまりにも忙しいもんだから、そこでお母さんに相談します。母親に、今ね医学部のインターンやっていて、その診察も当直もやっている、その合間に6本の連載を書いてるんだけど、僕はね医者をやった方がいいか漫画家を選んだ方がいいか、お母さんどっちがいいと思うって聞くわけですね。その時のお母さんの答え、今皆さん10秒ぐらいちょっとシミュレーションで、皆さんが母親になったらどう答えるだろう、どう答えたら天才手塚治虫が誕生したのだろうか。すでに天才は目をつまれてないんですよ、その小学校時代にね。でもこの軌道、そのしどっちにするかって選びの時に、その一言によって彼は漫画家を選ぶわけですけど、漫画家を選んだんですけど、その時の母親の答えをシミュレーションして、今結論言ったので、皆さんは漫画家を選んだなんて言ったと思うんですよね。思ったでしょ。答えは違うんです。あなたはどちらを選びたいのって聞いた。いいですか。私はあなたが漫画家になるのがいいと思うと言ってないんです、お母さん。あなたはどちらを選びたいの、どちらに進みたいのって言った。僕はね医者は世の中にたくさんいるけれども漫画家という人は少ないから、僕は漫画家の道を選ぼうと思うって言った。当時漫画家っていう人がほとんどいない、まあ田川水宝ぐらいですよ、野良黒ぐらいですよね。でその時に漫画家を選ぼうと思うって言った時にお母さんがこう言った。あなたがねどちらの道を選んでもお母さんはずっとあなたの味方です。かっこいいでしょう。ねえ、こういうかっこいいお母さんになったら天才が育つんですよ。この子が、あるいは皆さん自分自身がこうでなくちゃいけないって思ったとこにね、人生がものすごくつまらないものになっちゃいます。皆さん自身が天才の目をつまれたね、天才の目をつまれちゃったのだから、自分の子供や孫に同じ鉄を踏ませないために、目を摘み取らないようにすることをお勧めします。そして皆さんは学校教育の中で
競うこと、比べること、戦うこと、争うこと、抜きに出ることを座ってしまいました。今日からこれ全部やめる。競うこと、比べること、争うこと、戦うこと、抜きに出ること、全部やめる。皆さんそれぞれに一人一人全部持ち味がある。天才の目は摘み取られたけど、平凡な人の目は摘み取られてない。凡人の普通な人の目は摘み取られてないので、凡人で普通な人で社会に参加しながら生きる、ね、絵が好きな人、絵で社会に参加できる人は絵で参加する。そして料理で夫を喜ばせることができている人は美味しい料理を提供することで夫を笑顔にする。笑いを置いて周りの人を楽しい気持ちにできる。楽しい気持ちって言ってしまった気持ちにすることができる人はその笑い声を大事にして生きていく。そして何かの書を書いていたら、その書を、なんか看板に使いたい、この字はとってもいいっていうふうに言われたら、私なんかって言わないで分かりました、ありがとう、思ってくれてありがとうって言って、その書を生かしながら生きていく。全部ね、皆さんそれぞれ全部ね、持ち味が人生を辛くしているのは競うこと、比べること、争うこと、戦うこと、抜きになることです。やめる。全部皆さんそれぞれに持ち味ある。その持ち味で評価された部分をこういうふうにしてって頼まれた部分をつべこべ言わないで、分かりましたって言ってやめる。そうするといつの間にかそのことで社会に参加してみんなに喜ばれているということです。皆さんはね、私も含めてですけど、学校時代に夢や希望を持て、努力をしろ、頑張れっていうふうに教育をされました。夢や希望を持ってる言葉を書いています。夢や希望がたくさんあるってことはね、足りないものがたくさんあるってことですよ。夢や希望を追いかけるってことは、まだよこせ、もっとよこせ、まだまだよこせ、もっともっとよこせって言ってることに他ならない。もし自分が今与えられていることが、目が見えていることが、耳が聞こえていることが、食べられることが、話せることが、歩けることが、どれほど幸せかってことに気がついたら、あれ欲しい、これ欲しいって言わないです。あれも欲しい、これも欲しい、あれも欲しい、これも欲しい、天の川を呼び指して、あれも欲しい、これも欲しい。分からない人は後で。鮭の卵のことをね、いくらって言いますけどね、これみんな日本語だと思ってますけど、実はロシア語なんですよ。ロシア語で魚の卵、魚卵のことを言います。ロシア語なんです、いくらって。IKRA ですね、 IKRA でいくらって言うんだ。魚卵のことです。でものすごいたくさんある天の川の星を見ながら、見上げて魚卵。突如として歌になるんですよ、ね。頭の中の構造がおかしいので、はい、真面目な話もできるけどすぐ壊れることです。しかもただの旅のテープを聞いてるあなたというところまで行くことができます。で、私たちはね、
そのあれよこせこれよこせって、その足りないものをあげつらめてそれを手に入れることを夢と希望っていう言い方で洗脳されてしまったんですけども、実は要求をしているだけであって自分が今どれほど恵まれているかということに気がついたら、しかも体内の水が多めだからちょっと半分そろそろ花も咲きますよね。知らないですか、花水効く。花水効いて木が花咲かしてるのに全然こうこの花なんだかわかんない、気がつかなかった。だから花水をこぼしてるだけで花水好きの気がつかなかった。だから花水ですねこれ。まあ後で聞いてください。頭の中わけわかんなくなってた私の狙いです。人生をこういうふうに生きなくちゃいけないんだっていう、そういうのをね壊そうと思ってます、私。皆さん、うん、もういい加減で適当、うん、ぐちゃぐちゃにぐちゃぐちゃに生きてください。隣の人の方もちょっと借りることにしましょうか。渡しようかな、ちょっと適当に生きてみたいと思います。お互いに肩を借りて宣言しちゃってください。はい、きちんと生きないというようなことを言うとね、その言った瞬間に席を立ってね、書いちゃうじゃん。あの髪を七三に分けてスーツを着てる男子が多い。ガラッと頭髪で書いちゃう。で、一応ね、家の中でもね、社会の中でも道路でもね、あまり近寄り入れない方がいいと思います。台所でもね、きちんと生きない方がいいと思います。自分の夢や希望っていうのは足りないものをあげつらめてそれよこせよこせって言ってる人生なんです。それを掲げて自分の人生を組み立てていくのではなくてっていう楽に生きる方法を私提案しますよ。それはなんか空気が抜けましたね。それはね、自分が夢や希望をリストアップして打ち立てるのではなくて追いかけるのではなくて頼まれ事をして生きていくってことです。人は一人で生きていくと人、人は人の間で生きていて初めて人間と呼びます。社会性のある生物なんです、人間って。だから社会に関わってその役割で初めて人間なんだ。そして手塚治虫のように漫画を描いて貢献する人もいた。この前ね、松井秀喜さんのねお母さんという人が現れました、私の講演会に。普通のお母さんです。はい、全然偉そうじゃなくて穏やかな、ふくよかな、もう本当に温かい優しい人柄の方ですね。でその講演会には柳家家六っていうその昭和で最年少新宮賞を取った人、柳家子さんの孫ですけど、そのお母さんである金子さん、柳家子さんの娘になります。この人も来てました。あの家六さんも来てました。で天才を育てた母親としての紹介しまして、2人握手をしてもらいました。惜しいことをしました。ここで対談させれば本が一冊作れる。どうしたの時アイデアが分かるのか。もったいないことをした。でとにかく
のいろんな人がいるわけですけど、その落語という形で社会に貢献する人もいるでしょう。スポーツという形で社会に貢献する人もいますね。左官屋さんで貢献する人もいますね。屋根瓦を作ってる人もいますね。滑り落ちる人もいますね。いやーねー4、5年前に岩島でしたっけ、名古屋の近くの集中豪雨があって、農家が濁流の中に水を全部洪水で濁流の中に孤立して、ここの家のご主人が屋根まで出てきて自衛隊のヘリコプターに手を振ってるシーンがありましたね、ニュースで。でそれを私嫁さんと見ていました。私はね、このね自衛隊のレンジャーの役をやりたい気分だって言った。なんでって嫁さんが聞くわけです。あ、私はねこの屋根に出ていたご主人、この家のご主人に向かってちょっと一言言いたいことがあるんだ。レンジャーの人がパシオンに捕まえながら、へえ乗ってるからね。この家のご主人は答えるんですよ、イエーイ。家の上に乗ってるんですよ。へえ乗ってるかな、イエーイ。ご主人はそう答えざるを得ないから、この自衛隊の連中をやりたいんだって私は嫁さんに言った。嫁さんが横目でちらっと私を見て、やんねえ私より面白いやんうちの嫁さんは何気なくそうやってねダジャレの会話に参加してますよ。11月の第3木曜日には家族でワインを楽しんだ。ダジャレヌーボー。わかんない人を隣にしてます。頼まれ事をやる羽目になったらやる、これが人は一人で生きてると人だけど、人は人の間で生きていて人間、そしてその頼まれ事をはい分かりましたって言ってやる羽目になったことをずっとやっていくと、いつの間にか同じような系統のものを頼まれて何年も経っているっていうことに気がつきます。私は講演したくてしてるんではない、大体そんなやる気になって生きてるわけじゃないんですよ。分かるでしょ。猫でだしやる気があってやってんじゃないかって言ったら、友人がすごく多いんですよ、日本中に。僕がよく沖縄で、でこの人たちが来て喋ってくれっていうかな、それが人生の全てだと思ってるので、まあありがたまって言ってヨレヨレしながら喋ってる。それが40年も続いてる。じゃあ生活さん頼まれなくなったらどうするんですか。そしたら毎日遊んで暮らしますよ。でも医者がね、肺の中に水が入ってるから行っちゃダメって。でもね、沖縄の人も出してるからね、なんとか行きたいんですけど。あって、倒れたらどうするんですか。倒れたらってまた立ち上がりますけど。まあそういうことで再入院だったんですね、いろいろと事実が。だからそのハメになった場合はしょうがないんです。医師がドクターストップをかけた場合は自分の医師よりもこの医師の方がだから自分はやる気がないんだけど、ハワイのたくさんの島を統一しなくちゃいけないっていうハメになったら統一する。これはカメハメハ。カメハメハになったんです。カメハメハメになったんです。